塩見あやです。塩見あやさんです。塩見さんとやらせていただきます。縛られたこと自体はあるんですけど、うん、ガチ金箔は無理です。今俺の知ってる塩見あやはほぼ獣やけど。AV ってどういう世界って言ってももう全然バラバラやから。うん、裏側すぎ。うわ、しゃべりすぎ。しゃべりすぎ。大丈夫なの？金箔賞について皆さんがご存じないと思うんですけど、びっくりするぐらい。はい、土曜天心チャンネルの土曜天心です。よろしくお願いします。今日はですね、なんとゲストに来ていただきまして、塩見あやです。塩見あやさんです。よろしくお願いします。僕の土曜天心ライブっていうのをやらせていただいておりまして、はい、そこで塩見さんとやらせていただきます。ライブっていうのは金箔賞。そうですね、金箔賞ですね。9月の18日ですね。18日、はい、はい、18日です。土曜日です。お二人は、はい、初めましてではない。ではないですね。ではないです。どこで出会われたんですか？現場です。現場で。AV の撮影ですね。はい、去年の10月。10月や。多分10月7日とか。すごいな。ちょうどデビューの1週間ぐらい前なんですよ。ほー。え、デビューそんな最近なんですか？まだ1年経ってないよね。10月で1周年。はい。そのデビュー日の1週間ぐらい前。の現場でお会いしたので、デビューの1週間前にお会いするってだいぶおかしいな話やと思う。一般の人が話したらちょっとごちゃごちゃ。デビューっていうのはもう販売の日や。そうです、販売の日や。そうです。それまでに当然撮影は行ってて、もう進んでるので、そういうことで。はい、お仕事はセクシー女優さん。はい、そうです。ということはお二人がお仕事されたのは金箔ものとかになるんですか？そうですね、まあ ASM ものというか縛ったり叩いたり。王道のですよね。そうですね、ほぼ初めて状態ですよね、縛られる撮影みたいな。あ、もうその時が初めて。縛られたこと自体はあるんですけど、うん、あ、撮影ではあの日がもう本当に初めて。そうなんや、全然知らなかった。ガチ金箔ファンの日です。だってそうなんです。金箔ものの AV 撮影の現場ってどんな感じなんですか？どんな感じ？どんな感じ、まあ、機材が例えばいっぱいめっちゃあって、機材はスタッフがむちゃくちゃおってみたいな。重々しい、こういうね、後ろにあるような、普段ないものはたくさんあったりは、うん、しますけど、うん、スタッフってね、現場によって全然違うんですよ。うん、3、4人のところから十数人のところまで、うん、本当にもう現場によって全然違うんで、AV ってどういう世界って言っても、もう全然バラバラやから、ジャンルによってもまた多分違いますよね。違う違う。本当にもうカメラもなんかテレビ局が使うような、ちょっとこう肩に担ぐようなでっかいやつから、本当にハンディカムみたいなものまであるし、ね、最近は iPhone みたいなものも使うし、ね、うね、本当にバラバラですね。めちゃめちゃ大人数が動いてるもんやと思ってました。うちのお店のお客さんとかにもびっくりされることが多いんだけども、うん、撮影なんてほぼほぼ1日やからね。まあ、そうですね。なんか昔とかは結構2日撮りとかあったみたいなんですけど、何テイクも撮れなくないですか、時間的に。何テイクも撮るの？うん、撮れてます。撮れてますカメラこの1台とかでやるんですね。1台とかでやる、行為中というかされてる最中に、うん、結構画角変わったりとかするじゃないですか。終わったらしまいやん。一歩カット割りっていうのがあって、カット割りっていうのがそうなんですよ。途中でじゃあ一回ここでストップみたいな。はい、ストップとかカットとか言わない人の方が多い。あの、うん、監督が急に喋り出すみたいな、うん、監督が、はい、そこから、じゃあ次バックになって、あんあんあん、行く行く行くで、フィニッシュで、みたいな。裏側すぎ。うわ、いじりすぎ。大丈夫なのなんかもう営業、なんか、髪がまくっちゃった。営業感、裏側すぎて。塩見さん、それ、ご存知の状態で入られた？いや、知らないよな。全然。てか、もともと AV 自体を見てないので、なんならなんかトラウマに近いもう AV っていうのを初めて友達が見せてきたのが、もう海外の方のやつで、なんかもう獣と獣同士すぎて、はい、なんかそこからちょっとがっつりこう集中してみるってことは全然。今俺の知ってる塩見あやはほぼ獣やけど。後でゆっくり聞きましょう。やばい。ほぼ初心者というか、撮影も初めましてぐらいの状態で、大山鉄心っていう人を見て、最初ぶっちゃけどう思われました？あの、鉄心さんのことは結構前から知ってました。なんで？ツイッターとかでいろんな博士さんをフォローさせてもらってて。なるほど。で、なんかこう絞られてみたいとか、嬉しいっていうのはあったんで、名前は知っ
ってて、やっぱ台本いただいた時にありがとうございます、あ、で、しんさんなんだと思って、でも緊張はしてましたよ、登場された時なんか土下座土下座からもう本当に見た目おっかないですもんね、いやいやずっとけど現場入った瞬間めっちゃ腰低いで、ね、めちゃめちゃいい逆に怖えんだよそれすいませんそんなお二人が、まあ、今回ショーじゃないですか。そうなんですよ。撮影とやっぱりショーって全然違いますね。全然違います。生なのでやっぱ反応が直接わかるじゃないですか。全然違うよね。だからなんだろう、それこそ撮影会付きの金爆ショーとかだと、もうシャッター音がその人たちの歓声じゃないんですけど、はい、拍手に近いものなので、うんうんうん、やっぱその数が多ければ多いほどその場が盛り上がってるっていうか。撮影付きとかもできるの？やってます、やってます。そうなんや。そのショーの時も今度考えなあかんな。どこで言うんですか。ここでまだデラ株の人らにも言ってないのにここで先決めちゃう。ちょっと今度今回はちょっと今更あれやからちょっと今度考えよう。そうです。逆にテッシンさんは、うん、撮影の時とショーの時ってぶっちゃけどっちが緊張します？緊張はね、俺 SM ショーで緊張ってほぼしたことがない。へえ。だって普通に SM するだけなんでだからストーリーも決めないし、やることも決めずにいつも入るのね、ショーの時っていうのは。今自分がこの子に対して何をしたいか、この子は何を求めてるのか、それを叶えてあげるのか、かえって裏切るのかっていう普段の SM をやるだけなので、 SM ショーで緊張はほぼほぼないですね。プロじゃないですか。いやいや、プロだよ。プロですよ。僕の中ではプロだったらもうちょっと緊張感持ちなさいって思う時が自分であって、なんかあかんんですよね。緊張しない体質みたい。しおみさんは緊張されます？緊張します。撮影でもショーでもしますよ。ああ、いい、素敵。もちろん今も緊張してます。神々にそんなバカなカメラがやっぱ回ってるとか見られてるって思うとなんか緊張しますね。そうなんや。これ常になんか人に見られてると思ってる自意識過剰な人間なんかもしれない。だから普段と変われへんのかもしれない。経験値がやっぱ違うじゃないですか。いや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 、そんなことないですけど。初撮影の時とかってめっちゃ緊張したんじゃないですか。本当に何もわからない状態なんで、何に緊張していいかも全然わからない、うん、なるほどなるほど、そうですよね。もう一周回ってなんだ、逆にスッて落ち着いて。てるけど、でも初めてのデビュー作見るとめっちゃガチガチでした。もう肩上がっちゃってめっちゃ緊張してるなっていうのが。いや、しますよ。今から知らん人とそういうことするんですよ、いきなり。まあ、しかもそれがまあ慣れてきてからやったら別やけど、うん、初めての時はそらな、いくら台本いただいても想像がつかないので、どういうふうに進んでいくかが、うん、いくら説明されても頭の中が知らないものだらけなんで、もう右から左ってな感じで頭飛んでましたね。すごい素朴な疑問なんですけど、うん、緊張する時ってどこで緊張するんですか？それショー始まりました、うん、いざ縛られてみ始めたらもう逆に緊張しなくなるとか。それはあります、うん、もう入っちゃえば。そう、スイッチっていう言い方をよく僕らはするんですけどもね、うん、最初の入るまでの間がやっぱり緊張しちゃいます。アドレナリンがまだ出てないっていう、それなんですけど、はいはいはい、逆にもうやり始めたらじゃあもう、もう全然もう飛んじゃいます。楽しい楽しい。でもその時は毛玉もやね。そうですねもう自分のね、快楽を止めるがまま。金爆ショーをやってる最中ってやっぱ気持ちいいってなってるんですか？あ、もうそれしかなくないですか？なくないですか？こういうの聞きたいんですよ。なくないですか？何のために。あのね、まず金爆ショーについて皆さんがご存じないと思うんですけど、金爆ショーってびっくりするぐらいギャラないからね。こんなん好きじゃなかったら絶対できへんよ。まあそうですよね、本当に。 V ってやっぱり人によってはたくさんギャラもらってる方もいらっしゃるので、それはもうお仕事と割り切ってっていう方もたくさんいらっしゃるんですけど、金爆ショーなんてあんなもん皆さんが思ってるギャラよりも、多分今思ってるギャラより少ないですぐらい。なんでそんな体張ってんのみたいな。いや本当に本当に、特に SM とか。だから知らずに、天心さんショーとかやってるじゃないですか、出たいんですけどみたいな人が時々、本当にめったにないけど時々いらっしゃるんですよ。で、あれっていくらぐらいなんですかって、もうギャラの話をしてきた、まずしてきた人は 100% 断られます。多くもらえると思ってるからですよね。そうそれぐらいやでって言ったら、あ、止まるもん好きじゃなかったら無理ですね、うん。
じゃあ塩見さんとかって当たり前だけどプロダクションに所属されててプロダクションとお話をしなきゃいけない、うん、もうギャラの話とかするときものすごい緊張する緊張するわ緊張するあその時にもうすごいするよしてる。じゃあ次のショーでは緊張の森田哲心さんと緊張しきりの塩見さんが見れるんです。はい、そうですね。改めましてショーのお知らせを改めましょう。はい。9月18日、19時から場所が MK スタジオ、新宿のですね百人町っていうところにある MK スタジオ。概要欄の方見ていただいたらいいと思うんですけども、ただね申し訳ないんですけども先着20名ですからちょっと人数を限定してやらせていただきますので、一応配信もやらせていただくので、これももし現場に来れないけどどうしても見たいという方はぜひぜひ配信の方でもいいのでご覧いただければなと。で今回ですね、ご来場いただいた方には後ではもうアーカイブの方も見ていただけるということで、だからもう生で見た状態でまた今度こうカメラアングルですごい近いところから映ってるやつなんかもゆっくり見ていただけると。で終わってからこうちょっとトークショーじゃないんですけども、うん、獣から人に戻ってしようみたいな。そうですね。獣のまま多分トークしてもいいんじゃないですか。獣のままトークできない。ガオしか言わない。トークできない。でも本当に久しく縄とか SM 自体もあんま今あそうなのちょっと落ち着いてきてるので。おお、それはそれは。がっつり。がっつり行きましょう。がっつりと楽しませてもらえたら。聞ききれなかったことも多かったんで、せっかくやったらもうちょっと話聞きたいですね。もう一発行きますか、じゃあ。いいですか、もう一本取らせてもらって。もう一本行きましょうか。はい、全然。ちょっと縄の話とか、次のシャープで一番好きな縛られ方聞きましょうね。おお次やられたりとかって関係なくて、こういうのが本当はすごく好きなんだよとか、そういうところも聞きたいですよね。そうですね。なるほど。せっかくなんで。じゃあ、それはもうパート2の方で。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントをぜひぜひいただけるととてもありがたいと思います。よろしくお願いします。またね。